美子大河です。皆さんこんにちは。今日はスペシャルゲストを呼んでみました。ラテンガールズデラテンガールズはちょっと多分初めての方は多いと思うなんですけど、ミノさんはハーフですか？コロンビア人私はお母さんがガチのコロンビア人で、お父さんが日本の、ハーフです。ハーフです、うん、おー。で、私はお父さんもお母さんもコロンビア人です。あ、じゃあ純粋のコロンビア人。あ、そう、 150% コロンビア人150% コロンビア人。おー、いいですね。2人で、やってます。いいですね。私はちょっと 100% イタリア人なのでちょっと関係ないんですけど、よろしく。私は日本初めてに来たのはもう7年前ぐらいなんですけど、みなさんはどうですか、ここに。あ、私はもう 4、5 歳ぐらいから。私はもう生まれ育ちは日本です。あ、そうなんですか。コロンビアなんですけど、もうそう、ちょっと中身は、ね、生活は日本人です。じゃあ将来はどうしたいとか、皆さん、将来あるんですか？ずっと日本に残りたいとか、コロンビアに行ってみるとか、なんか考えたことあるんですか？コロンビアに3年前おばあちゃんに会いに行ったんですけど、やっぱ治安悪すぎてなんか言ってるね言ってるね、それ。多分住めないなと思った。なるほどですよね。そう、治安悪いのは、確かに日本と比べたら、どこでもそうなんですけど、でもエピソードとか何がありましたか？なんかやっぱり車移動が多くて、まずなんか歩いてる人がいないっていうか、歩いてたら昼とかでも誘拐されたりとか、右に剥がされるから、みんな車移動なんだけど、ちょっとそのゲーム会話いきなりディープな会話になってる気がする。で、車に乗ってて iPhone いじるじゃん、それもダメって言われて、タクシーに乗ってても、その普通に親戚の車乗ってても言われたからえ、なんでって言ったら、そのiPhone、 携帯の光でなんか強盗が来るみたいな、なんか効果なんだって、あっちだと。あ、そうなんですか。 iPhone が自体はそうですね、お金あるって思われて襲われるから、触んないでって言われるし、家全部鉄格子に囲まれてて、そう、なんかもうみんなガラス割って侵入するからっていう。大変だな。もう生きてる、息してるだけでちょっとストレス感じて、常に危機感ですかね。そう、私コロンビアは私もちょっと詳しくはないんですけど、日本とか、イタリアも比べるよりはちょっとお金そんなにない、ね、気がするのかな、まだ、なんかちょっと分かれてる。お金持ちとお金持ちじゃない人はすごい分かれてるの、イメージはちょっとだけある。そうかな、格差は。そう、格差っていうか、みんな貧富だからこそちょっとすごい襲うのかなみたいな。なんか観光客ってバレると、同じコロンビア人でも襲われるから、狙われやすい。大変、アクセントができない。確かに住むのは、ハードルが高い、本当に。ハードルは高い。特に日本に慣れたらね、ハードルは高いと思うんですよね。なるほどです。帰ったりしてる？今コロナで2年間ぐらい帰ってなくて、結構ちょろいって寂しいなんですけど、ちょっとどこまで日本が好きでもちょっとだけ苦しみがあったんですよ。家族が会えないとか、だってあっちが地元っていうか親もいて、結構夏の時にやっぱりちょっと帰りたいなって、夏休みするんだったらちょっとイタリアに行きたいなんですけど、住むとはね、多分やらないと思うんですよね。向こうに住むってことは、なんか昔は東京よりはミラノに住んでみようかなってでも考えたことはあるんですよ。そっか、都市がミラノ。そう、だからミラノだったらもしかして住みたいなって思うなんですけど、結構18歳ここから来てもそうなんですけど、本当私は5歳の時からもうオタクになっちゃって、そうだから向こうに行ってもイタリアの文化わかるなんですけど、たまに理解もできないし、同じ趣味で虫と見つかるのは
難しいかな。で、特に仕事はどうかな。仕事、向こうはいい子、本当日本とイタリアは同じいい感じで逆なんですよ。例えば日本だとちょっと仕事をやりすぎてちょっとちょろっとあるなんですけど、イタリア人だと本当仕事やらないってちょっとイメージがある気がする。なんかパパンってなる。そうか、極端なんだね。結構あとやりたいことは全部日本なので、イタリアに住むのはそこまであんまり考えたことない。結論将来、あ、将来かえ、みんなこっち見られるぞ。うちに委ねないで。結論でもみんな日本に住みたいってことで、そうですよね、住み続ける。まあそうだね、ずっと日本に住みたいんですよね。あ、ね、まあ、私も北斗の拳の世界にはちょっと行きたくないかもしれない、うん、まあコロンビアは結構ハードだね。そうだね、もう文化が多分日本で育っちゃってるから、あっちの過ごし方が分かんないかも。てかね、ガチに殺される。怖い、うん、怖いな。将来日本にいたいという上でのなんか悩みとかはありますか？なんか帰化しようかは迷っても、あ、じゃあちょっと悩んでるんですよね。でもちょっと日本にいたいんだったらもしかして日本人がいいんじゃないかなって思う。うん、なんか楽だし、まあコロナが本当収まって 3,4 年後旅行行くときとか、いつも旅行行くとコロンビアパスポートだとすごい怪しまれる。確かに、ね、なんか薬運んでないかなとか。え、逆に逆に本当に質問されんの。コロンビアパスポートはマジで弱すぎて、そう、一番不便で、真逆に本当、そっか、そう、そっか、そう、なんかパスポート見せたらもうスーツケースとか全部開けて、あ、大変そう、チェックされる。シャンプーの中もこぼされて、買ったばっかなのに。そこまで液体も調べられて、ひどくない。確かに日本のパスポートは世界中にものすごく強いパスポートなんですよ。しかし例えばイタリアと比べると大きなの違いは、イタリアのパスポートがあれば、どこでもヨーロッパ仕事とかもできる。それがだったら、イタリアのままにヨーロッパが強いし、でイタリア人っても強いかもしれないんですよ。それだけのプライドはちょっとあるから、それだけはちょっと迷ってるのちょっとあるんですよね。しなくていいかもね。私もイタリア人だったらしない。なんかうちの家族もみんなコロンビア人なんだけど、結構ヨーロッパに移ってる人が多くて、大体みんなスペインのパスポートをチェンジして、ね、でそれこそスペインとかイタリアとかヨーロッパだったら全部仕事もしやすいし、行きやすいから、やっぱなんか便利なのかも。そうだね。私でも迷ってる。本当は日本人になりたくて、実は国籍を変えようって何回も考えたことあるんですよ。しかし、まあ、親が悲しんでくるんだなって思いつつと、多分日本人のパスポートに変えても日本人から日本人として受けてもらえないかなってちょっとコンプレックスがあるので、それだけはちょっとまだちょっと悩んでて、でちょっと変えようって思った時にちょっとコロナになって、ちょっと一回帰ったらちょっともう30まであと1年ぐらいを考えようかなってちょっと思ったんですよ。そう、それじゃないともしかして行きづらいんじゃないかな。あ、実家とか、そう、実家に帰るときには、行きづらいかなと思ったから、まだちょっと考え中です。あ、慎重に。なるほど。国籍問題は慎重。国籍問題わかんない。いや、もっとハーフに生まれたかったら羨ましい。確かに。一番良か。でももうなんか、ハーフって、まあいいって言われてるけど、どこに行っても中途半端の、なんか日本に行っても、まあ割と日本人側だけど、なんか日本に行っても完全な日本人ではないけど、なんか海外、まあ多分コロンビアとか行ったところで、まあでも君はコロンビア人ではない、なんかどこに行ってもそこではないって言われる。なんか悩みだな、確かにそれは。そう、すごく中途半端な。よく聞く。まあね、もちろんいいとこもあるけど。そうだね、どこと違って言うと、まあハートですよね。あ、そう、本当に。ハートもそういう悩みが、ね、悩みがあったと思う。分かんなかった人まで。で、ラテンスガールズのチャンネルの方に実はコスプレ
させたチャレンジプロの、はい、いやめっちゃ面白かったんでぜひ見てほしいです、うん、ぜひチェックしてください、お願いします。